君もログインしてたんだ。僕もさっきログインしたとこ。いいよね、GGO。できることがたくさんあって。うん。実はね、今日は新しいことにチャレンジしてみようと思ってて。そうだ。せっかくあったんだし、一緒にやらない？二人でやれば楽しさも2倍だよ、きっと。ああ、そっか。ごめん。まだ何も言ってないもんね。GGO っていろいろと乗り物があるでしょ？そういうのに興味が湧いてさ。それで、バイクに乗ってみたいなって。ちゃんと運転するのはすごく難しいらしいんだけど、何でもやってみないとね。うん、決まり。それじゃあ出発。バイク借りてきたよ。はい、君の分。こっちは僕が乗るね。よっと、これがクラッチ、こっちがギアで、アクセルが、うわあ、危ない危ない。倒れちゃった。でも難しいのは分かっていたことだしね。見てて、ちゃんと乗りこなしてみせるから。あ、そうだ、そういえばさ、君はバイク乗れるの？そうなんだ、すごいね。どうして乗れるか聞いてもいいかな？そっか、これってあれかな、人に歴史ありみたいな。見直したって言うと変だけど、うん、尊敬するよ。さーて、僕もどんどん練習して走れるようにならないと。また転んじゃった。これで10回目。ちょっとずつ感覚はつかめている気がするんだけど、やっぱり難しいね。でも僕、こうやって挑戦できるってことがすっごく嬉しいんだ。 GGO みたいなゲームをしてなかったら、マニュアルオートバイの練習なんてできなかったと思うしね。ここの練習場にいるプレイヤーはフィールドでうまく運転できるようにって来てるんだろうけど、僕はとにかくバイクで走ってみたかったんだよね。みんなでツーリングしたり、高速を飛ばしたり、夜中にフラッと海まで走らせたり、本当はそういうこともしてみたいんだけど、まずはこのバイクを乗りこなさないとね。よーし、やるぞ。HP は減ってないけど、さすがにくたびれてきたよ。ドリンク持ってきたから分けてあげるね。ちょっとゆっくりしようよ。さっき HP は減ってないって言ったけどさ、いくら転んでも怪我一つしないのはちょっと物足りないかな。ああ、別に痛い思いをしたいわけじゃないよ。そうじゃなくて、体験の厚さっていうか濃さっていうか、とにかく全部感じたいなってこと。アルバイトしてお金を貯めて、時間を作って教習所に通って、厳しい教官に怒られたりしながら運転を覚えてみたいにさ。うん、すごくしたいとは思ってるけど、しばらくはちょっと難しいかな。実は僕、リアルでは病院にいるんだよね。無菌室から出るのは無理でさ。もうずっとこうだから、多分だいぶ時間で言ったらかなーり長い方じゃないかな。ああ、誤解しないでね。今にも死にそうって言うんじゃないよ。ち
ちょっと前までは余命3ヶ月なんて診断されてたけど、最近は安定してるんだから。それでやっぱり気持ちが少し違ってきたんだ。みんながいっぱい励ましてくれたからかな。なんていうか、普通のことをいろいろやってみたくなって。今回もそうだよ。だってほら、その、改めて言うと恥ずかしいけど、バイクで青春とか、憧れない？え？それって、タンデムでってことだよね。いいね！そういうのも楽しそう！ぜひお願い！すごいな！思ったよりずっとドキドキするよ。スピードも振動もさっきとそんなに変わらないのに、こう連れて行かれちゃうっていう感覚が新鮮。ずっといいなって思ってたんだよね。みんなでツーリングとか旅行とか、予算を立てて予定合わせてワイワイ言いながら計画してさ、前の日の夜はワクワクしてうまく眠れなくて、待ち合わせの時間にちょっと目をこすりながらおはようって。お昼はお弁当か、それともどこかのお店に入るのかな。目的地はどこだろう。海とか山とか遊園地とか、案外走るだけが目的かも。こうやって君の背中で揺られてるとさ、そういうことの実現にちょっと近づいてる気がするんだ。だって今僕はこうやって風を感じてるんだからね。そりゃ今はまだ VR だけど、そのうちリアルでも同じことができるよね。そうだね。うん、バイクもちゃんと練習しておくからね。もうびっくりするくらい上手くなってみせるから。華麗なテクニックでビュンビュン走っちゃう。でも今はこの時間が大切かな。僕を遠くへ連れてってなんてね。今日はありがとう。すっごく楽しかったよ。それに君の特技も分かったし、今度はリアルでツーリングできるといいな。それじゃあ